皆さんこんばんは。現在私は JR 三宮駅に来ています。非常にね時間が遅く、ちょっと見えないね、23時約44分になろうとしているところです。で今回はこの三宮からね大阪まで、最近不運続きのねサンライズ号に乗ります。まあ、何が不運続きかというのはね後で後ほどお話ししようと思うんですが、現在ね三宮サンライズ乗るためにね大阪方面から普通列車なのでやってきた話になります。まあ、なので下りホームですけども、サンライズはね東京機なんで上りホームから発車します。まあ、もちろんね今大阪方面からやってきて再度大阪方面に戻るということで一回改札で出てきました。今回ねちょっとサンライズについて言いたいことがあるだけなんで、別に東京行きたいとかね横浜行きたいとかそういうわけではないので、今回大阪まで乗車します。まあ、大阪までの短距離なんで、もちろん伸び伸び座席を利用するわけなんですが、伸び伸び座席ね指定席料金扱いなんで、少し前まではねいい切符、結構安い切符ですね、自由席料金で使える切符なんですが、それねあるカードを持っていたら買えてたんですが、最近ね伸び伸び座席でもサンライズ後いい切符の設定なくなったんですよね。なので定価で買う必要があります。いい切符だとね760円で乗れるわけなんですが、今定価でしか買えないんでね1090円かかるんですよね。まあなので非常に高いけど、まあまあまあ伸び伸び座席っていうね指定席料金の設備を備えてくれてるサンライズ号には本当ありがたいよね。ホームに上がってきました。今回の特急券こちらですね、三宮から大阪まで所要時間は約19分かな、ちょっとピントが合わなくて申し訳ないんですが、三宮から大阪まで特急券1090円かかります。なんでこんなピント合わないの、ありましたね、20分ですね。今日12分発ってことはまたなんか臨時列車のダイヤかなんかあったのかな、こういうのよく遭遇します。私なぜか知らんけどね。で乗車日9月9日なんですが、これはね三宮駅の発車時間が0時を越して日付が変わってるからなんですよね。サンライズ瀬戸港は四国の高松から、サンライズ伊豆号は山陰の出雲市からやってきます。途中の姫路駅まではね日付が変わるまで23時59分までに発車してるので、特急券の日付はね9月8日になります。ですが三宮とか大阪っていうのはね日付が変わってから発車するということで、特急券のね購入日っていうのも日付が変わった9日になるわけなんで、そこら辺はね気をつけてください。日付が越したサンライズ号とか、あと他の特急列車はね要注意になりますね。はい、でそして乗車日9月9日なんですが、ちょうど1ヶ月前ですね、宮崎県を震源とする地震が発生しました。そちらでね南海トラフ巨大地震注意情報というのがね気象庁より発令されたんですよね。それに伴って長距離夜行特急列車っていうのはね運転してはいけないというルールがあります。なのでサンライズ号もねなんとお盆の時期に1週間運休しました。でそして、8月下旬からね9月上旬までは台風10号に巻き込まれてとか、結構ねこの8月9月はね結構不運に巻き込まれたサンライズ号なんですよね。せっかくのお盆の時期にねサンライズ号は1週間運休になったりとか、夏休みの終わりかけにねサンライズ号ほとんど10日ぐらい運休になってましたよね、なってたりとかね非常に不運続きだったなと思います。しかもね途中ね名古屋打ち切りが続出したみたいね、うん、そういう感じの不運続きのサンライズ号、今回久しぶりに乗ります。まあ、久しぶり、まあ1ヶ月ぶりなんで非常に久しぶりやね。はい、まあ、以前臨時サンライズ92号を出雲市から東京まで約16時間以上乗り通して非常に満足したわけですけども、また1ヶ月経ったのでサンライズ乗りたい欲が強まって、早速やってきました。最終の普通列車が発車して、あとは残るサンライズだけになりました。なのでこのホームにいるのはもうあとサンライズの乗客だけですね。でこちらに映っているわけなんですが、もう大阪方面に行く列車っていうのはねありません。ですがこの神戸方面に向かう列車っていうのはねまだまだ数多く設定されています。なのでね姫路駅で例えば神戸に行きたくてね最終の新快速とか乗り過ごしてどうしようってなるじゃないですか。そうするとねサンライズで三宮まで来て、で三宮からね折り返し西明石方面の普通列車乗ることできるんですよね。まあ、かつては加古川とかまで戻れたんだけども、今はねダイヤ修正で無理になりました。まあ、ですが西明石までやったらね戻ることできるので、まあ、一回ねサンライズの空席見てみるっていうのもねありだと思います。今回見てね伸び伸び座席とかだと普通の特急列車とね同額になりますね。
ました。三宮家すぐに出発です。すぐ横にね、ソロの部屋があるということで、まあ、ここラウンジなんだけどね、響くんで静かに喋るんですが、まあ、そういえばね、前日のサンライズ、東京行きは、車両トラブルの影響で、サンライズ出雲号と瀬戸号、逆転して走ってたみたいですね。0時18分になりました。本日12分発なんで、約6分ほど遅れて三宮行きを出発。逆転したってどういうことかというと、基本的にね、サンライズ、瀬戸号、出雲号というのは岡山駅で増加決します。でそして上りも下りも、ね、関係なく瀬戸号がね、真ん中に先頭につくんですが、昨日ね、出雲側の連結ホロかな、何かがトラブってたみたいで、出雲号がね、東京型について走ったみたいですね。そして瀬戸号が岡山型に走ったみたい。非常にね、レアですよね。夜のサンライズ号はね、このラウンジ結構貸し切れるんですよね。姫路あたりまで、で下りはね、熱海あたりまで、ここ結構混み合ってるんだけども、0時半とかになるとね、結構空きますね。この椅子もね、ちょっとあんま座り心地いいとはね、お手紙には言えないんですよね。列車は真矢駅を通過中。当然のように本日、車番カードはね、振り出ます。まあ、伸び伸び座席といってもね、あんな感じの軽いシングルはあるので非常に助かりますね。個室の布団はね、結構少し下がれるんだけど、伸び伸び座席は案外上がりません。で、こちらには、まあ、ミニテーブルみたいなものがね、あります。してるんだけども、サンライズ号ね、夜になるとめちゃくちゃこの窓がね、曇るっていうかね、もやっとするんですよね。これなんていうよね。で大阪駅のこの梅北エリアっていうのはずっと改良せずにね、立ち入り禁止エリアでした。そしてサンライズ号に乗る人だけね、開放されてたんですよね。まあ、ですがもう今となってはね、普通に開業しました。でサンライズ号ね、大阪東京の需要とか大阪横浜の需要非常に多いよね。いや、この梅北エリアにね、サンライズが止まってるっていうのもね、非常に違和感あるね。しっかりと乗車位置もつけられてる。この列車は全車指定席です。ご乗車には乗車券のほか。0時39分になりました。本日のダイヤで行くと5分遅れで大阪行きをサンライズ号は出発。まあ、短距離乗車にもね、意外とメリットはありますよね。短い時間で列車を楽しむ、満喫するっていうのがね、まあ、良さだと思います。今大阪駅ちょっとね、あのブラインド開けてマッパで寝てる方いたんですよね。はい、まあ、こういうことをね、外から見れるんで、しっかりとね、服着て、まあ、服着るのは自由ですけども、ブラインドはね、閉めて寝ることをお勧めします。もう各方面のね、列車すべて終了してるんでね、さっさと改札出ます。では動画終わります。ご視聴ありがとうございました。